ホーム五花畑駅は、埼玉県秩父市東町にある、秩父鉄道秩父本線の駅である。2009年4月1日からは副駅名、芝桜駅が設定されている。駅舎は、国登録有形文化財である。西武鉄道西武秩父駅と、相互乗り換え駅であると同時に、運賃計算上、同一の駅と扱われ、西武鉄道との連絡線が当駅線路と、接続されている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅、直営駅である。管理駅でもあるが、当駅は、自駅のみの単駅管理となっている。約100メートル南に、西武秩父駅が位置する。当駅からは、改札口を出て、秩父線の踏切を渡り、西武秩父駅構内商業施設、西武秩父駅前温泉祭の湯を通ると、徒歩5分程度で到着する。西武秩父駅には当駅の発車表が設置されている。かつては一面一線の駅であったが、1989年4月1日より、西武鉄道からの乗り入れ開始に伴い二面二線化された。一番線は、秩父線の線内列車が、二番線は、西武線直通列車が使用し、駅改札と二番線ホームは、跨線橋で連絡している。廃線上は2番線を使用した秩父線の列車交換も可能だが定期ダイヤでは設定されておらず、直通列車発着時以外の2番線ホームは閉鎖されている。2番線からの連絡線は西武秩父駅の横瀬方で西武線の線路とつながっている。このため、西武鉄道と秩父鉄道を直通する列車の内長瀞駅発着の列車は、西武秩父駅ではなく当駅に停車する。西武鉄道と秩父鉄道の乗務員交代についても、当駅で行われる。西武秩父駅とは、運賃計算上は同一の駅として扱われるため、西武秩父駅ではなく、当駅からの西武線のみの乗車が可能である。当駅で発売する西武線乗車券は、お花畑と印字される。ただし、当駅には IC カード対応の改札機や設備がないため、西武線の乗り下車であっても、パスモなどの IC カードは使用できない。駅改札構外に、駅そば店と喫煙所が設置されている。トイレは改札外にあり、秩父市によって設置されている。三福地方踏切の架線は、秩父夜祭りの出汁を通せるように一時的に、撤去可能な構造になっている。12月3日夜の出汁の通る時間帯には、秩父駅から影森駅の間で列車の運転が休止される。なお、秩父夜祭りの出汁が通る団子坂は、1917年に秩父鉄道秩父本線の開業に伴って開通した。1974から1998年度の乗車、降車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、お花畑という駅名であるが、周囲は、花畑ではなく、秩父夜祭りの、お旅所の美称から名付けられたものである。羽生方の秩父駅とともに、秩父市街に位置しており、周囲には、住宅や、中小商店、診療所などが集積している。最寄り停留所は、札所13番であり、改札口から約130メートルのところにある。副駅名設定前の駅舎お花畑駅、芝桜駅副駅名設定について、アーカイブド2009年4月3日、@the way back machine お花畑駅、芝桜駅副駅名設定について、AB 国指定文化財等データベース。秩父市編、優しいみんなの秩父学埼玉出版会、2007、P196 から197、宮脇俊三。原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄、P85、小学館、1993年、ISBN978 から4093954112、秩父市史、続編3編集委員会編集、秩父市史、続編3575ページ、埼玉県秩父市、1990年12月27日。秩父市編、優しいみんなの秩父学埼玉出版会、2007、P196。ありがとうございます。